分になったら始めたいと思います。あ、そう、1分になったら始めた何でも真似してきます。一緒に始めようね。よし、行きます。最初、奈良ちゃん、みゆちゃんにボコボコに殴られたいです。ド M さん歓迎ですよね。殴られたきゃ来てください、会いに。どういう、ありがとう、分かんないけど嬉しいです。殴られたきゃ来てくださいね。奈良ちゃん、ありがとう。これ1枚目強くないですか。なんだこれ、ボコボコに殴られたいです。怖い怖い、殴りませんよ。で、一緒だった。次、謎のアイリスさん、あ、アイリスさん2作連続選抜入りおめでとう。最近の話し会では割と好き勝手なこと言わせてもらってる。だいぶ株がなくなってきたのかな。ないです、ないよね、もう株なんて。アイリスさんのこと私はとってもとっても大好きだし、会えたら嬉しいなと思ってるので、たくさん会いに来てね。冷たいって言われるけど、対応冷たくないよ。いつもありがとう、これからもよろしくね。ありがとう、謎のアイリスさん。よし、3秒でいきます。ちょっとさっきより人数が増えたので、さっきのペースぐらいじゃないと間に合わないです。ハムさん、いつもありがとう、これからもよろしくお願いします。ハムさん、こちらこそいつもありがとう、これからもよろしくね。ありがとう、ハムさん。次、下ゆうさん、64枚目で水見が大活躍して、この先シングルでセンターになるまで絶対に応援し続けます。言いましたよ、水見から絶対に離れない覚悟で応援します。推しはきっと増えたんだろうけど、私から離れないと言ってくれてるので信じたいと思います。公開公開で推しが増えたことを発表しました。イエイ、ありがとう、下ゆうさん、これからもずっと大好きでいてね、信じてます、離れないって、ありがとう。香港のレックスさん、最初に YouTube の選抜入り発表の知らせが聞いたら涙もこぼれそうだった。ありがとう、夜シフト仕事中なのでなんとかこらえた、これからも応援させてください。もう一回、ま、もう一回、これからも嬉し泣き一緒にできるように頑張ります。よし、参考のレックスさん、ありがとう。嬉し泣きしようね、これからも。お仕事頑張ってね、夜。あ、次、りょうにいさん、選抜おめでとうございます。おちょくなところも重いところもみずみのテストだと思ってますので、もっと自信を持ってアイドルを楽しんでね、これからも応援しています。万人受けじゃないか、俺にとっては可愛いよ、大好き、嬉しい。りょうにいさん、いつも怪我とか心配してくれたり、顔可愛いって褒めてくれたり、本当にありがとう。4人さん、これからもよろしくね、ありがとう。次、 AKB 本箱おじ言えてるよね。みずみん、初選抜おめでとう、おめでとう、これまでもこれからもずっと応援してるからね、ありがとう。本籍とか言ってごめんね、もう言えます、本箱おじ。でも会いに来てくれた時にね、本箱なんだよって教えてくれて嬉しかった、優しく。いつもありがとう、だからもお願いします。次、サトジックさん、来た。そのクールビューティーなビジュアル、貪欲さ、ねえ、聞いたことある、負けん気の強さ、最高の武器です。ただそのまま突っ伏して寝てしまうのはそろそろやめましょう。え、ちょっとここは聞いたことない。連続選抜、そして一つ前に立ったこと、おめでとう、自信になって後からついてくるものさ、ありがとう、ザトシックさん。ちょっと最初聞いたことあるやつだけど。いつもたくさん笑わせてくれてありがとうございます、大好きだよ、ありがとう。ね、寝るのはやめます。突っ伏して寝るのはやめます、気をつけます、ありがとう。次、ナッカーさん、お仕事中かな、お仕事終わったかな、いつもお仕事が忙しい中会いに来てくれてありがとう。ナッカーさん、これからもよろしくね。みんな、あのスクショの
あの準備はよろしくお願いしますね。自分がいつ来てもいいように。では次、ゆたかさん。あ、ゆたかさんもいつもありがとう。これからもゆたかさん応援してください。ありがとう。次、あ、げんさん。げん、みずみん応援するのが楽しくて幸せ、とても大切な時間です。いつも楽しい世界をたくさん見せてくれてワクワクさせてくれてありがとう。これからもたくさん応援させてください。今作もたくさん思い出作ろうね。最高の夏にしよう。げんさん、ありがとう。最高の夏にしよう。嬉しい。これからもずっとずっと応援してください。推しはもう増やさなくて大丈夫だよ。ありがとうね。最高の夏にしようね。次、たけさん。ねえ、水島筋肉やめて、ほんと。選抜おめでとう。そろそろ粉チーズがほっこしくなってきたでしょうか。筋肉鍛えといてね。いや、ふざけたことしか言えないのか、たけさんは。いつもやらせてくれてありがとう。お話し会もたくさん来てくれて嬉しかったよ。これからもよろしくね。倒しじゃねえだろ。倒しじゃねえだろ。推し増やしすぎなんだよ。ありがとう、たけさん。あ、そらまりさん、選抜おめでとう。気をせずに楽しく活動してくださいね。応援してます。そうね、楽しむのが一番だから、楽しんで活動したいと思います。一緒に楽しんでアイドル頑張りましょう。アイドル頑張りましょう。みんな応援してくれたら嬉しいです。楽しんで、私もアイドル楽しんで頑張ります。ありがとう、ありがとう、そらまりさん。ちょっとできたかな、スクショ。早かったら言ってくださいね。マクレガーさん、リアタイできないけど楽しみにしてます。パシフィコ横浜で会いましょう。会いましょう、マクレガーさん。マクレガーさん、マクレガーさん、よし、ありがとう。お仕事中なのかな、リアタイしてないみたいだけど、パシフィコで会おうね。ありがとう。よし、ありがとうございます。次、ノームさんだ。仙台ファン未来、劇場もタイミングあっても当たらない。次はいつ会えるかな。ね、なかなかね、公演とか当たらない方が多いみたいなので寂しいんですけど、また会える日を楽しみに頑張ります。会いに来てね。ありがとう、ノームさん。心折れないでくださいね。私はずっと待ってます。次、たいすけ丸さんだ。みずみ、根づく選抜おめでとう。サインありがとう。丸美人だ、水島美優さん。これからも応援させていただきます。ありがとう丸。ありがとう丸か。ありがとう丸だった。ありがとう丸。大好き丸さん、ありがとう。これからも応援してください。次、あ、大ちゃん。泉63枚目シングルに続き64枚目シングル選抜おめでとう。今作初めてお話し会に参加するので、え、嬉しい。大ちゃん、ありがとう。この機会を機に覚えてくれたら嬉しいです。覚えるまで会いに来てください。てか覚えても会いに来てほしい。たくさん会いましょう。64枚目の仙台ファミにも遊びに来てください。ありがとう。大ちゃん、覚えたいので会えるの楽しみにしてます。お話し会とか撮ってくれてありがとうね。次、あ、かなかなさん、こんばんは。みずみんさんが自分のペースで、そして自分の思うように活動ができますように、無理しない程度にファイトです。かなかなさん、嬉しい。振り返り握手会の時手振ってくれて嬉しかったよ。また握手会待ってるね。かなかなさん、ありがとう。いつも優しい言葉ありがとうね。次、よしひこさん。8月11日にのワンショットサイン会撮ってあるので楽しみにしています。お、うれしい。8月11日待ってます。よしひこさん、ワンショットサイン会、サイン当たるかな。ありがとう。またサインかけたら嬉しいです。これからもよろしくお願いします。ちょっとペース早いかな。でもいっぱいあるから大丈夫かな。次、よいちさん。今回のシングルもサイン書いてもらえてとっても嬉しい。みずみんしか、かっこ多分。多分ってなんだよ。昨日から多分って言いやがって。なっちゃって。大好きだよ、よいちさん。いつも遠いのに。
会いに来てくれてありがとう。多分はいらないよこれからもみずみんしかです。ありがとう、いつもありがとう。こちらこそありがとう。次、せいかくん、14日に握手会行きます。始めていくので楽しみです。嬉しいです。初めて待ってますね、ていかくん。多分ね、初めてさ、私のとこに会いに来てくれる人ってすごい勇気を出してくれたと思うので、絶対に楽しい時間にしましょう。待ってます。ていかくん、ありがとう。時間余るペース、ちょっとゆっくり行くか。じゃあ、ねたろうさん、連続の選抜おめでとうございます。多彩な才能はあるかな。いつも見させていただいております。ありがとう、添えてくれて。これからも新しい才能を期待して応援させています。応援しています。頑張ってください。ありがとう、ネトレーさん、ネタロウさん。ショールームとかもたくさん来てくれたり本当に嬉しい。これからもね、じゃあ多彩な才能って言ってもらえるように頑張ります。サインありがとう。こちらこそありがとう。次、堀ちゃんたけしくん、ありがとう。サインありがとうございます。パシフィコ横浜で会いましょう。会えるのは VR 公演以降以来かな。好きなおでんはたくさんウイナ巻きより出た、たくさんウイナ巻きです。ではしたっけ。堀ちゃんたけしくん、 VR 公演ぶりか。たこさんウインナー、たこさんウインナーが合言葉です。ありがとうね。また待ってるね。パシヒコか、パシヒコで待ってます。ありがとう、はい、おでんはたこさんウインナー巻きまたね、待ってるね。ありがとう。あやまるちゃん、一作続けて選抜入りおめでとう。ツアーも楽しみにしてるよ。また地元トークしようね。しようね、あやまるちゃん。嬉しいの、いつも会いに来てくれると。地元トーク、地元のいいところ言うのすごい好きだから、また地元トークしようね。ありがとう。これからも応援よろしくね。大好きだよ。ありがとう。次、あ、りょうちゃん、りょうちゃん元気？また会える日楽しみに待ってるからね、りょうちゃん。お仕事大変になったって言ってたけど、頑張れてるかな。りょうちゃん、ありがとうね。自分のペースで頑張ってね、りょうちゃん。ありがとう。次、高徳さん、選抜入りおめでとうございます。握手会も再開されたので、めちゃくちゃ会いたい気持ちが募るこの頃ですね。え、見舞いたい。画面越しではなく対面で応援できる日を楽しみにしています。高徳さん、ありがとう。見舞いたいよ。会える日もし見つけたら会いに来てね。いつも応援してくれてありがとう。ありがとう、高徳さん。次、星野ひかりさん、みずみんこんばんは。第64枚目シングル発売おめでとうございます。ありがとうございます。そしてみずみんが再び選抜入りしたこともおめでとうございます。嬉しい。 MV の中のみずみんはとても可愛いです。次にみずみん会えるのをとても楽しみにしています。星野ひかりさん、嬉しい言葉をありがとう。そしてたくさんの、おめでとうをいただけてとっても嬉しいです。これからも応援してくれたら嬉しいです。参加してくれてありがとう。星野ひかりさん、ありがとうございました。次、アニちゃん、選抜おめでとう。何事にも一生懸命に取り組みずみのこと好きだよって。やったね、みもアニちゃんのこと好きだよ。嬉しい。なんかいつも嫉妬させようとしてくるけどでもそんなアニちゃんも好きです。ありがとう、兄ちゃん。これからもよろしくね。あ、次、ブルーイン台湾さん、みずみん、先回お疲れ様。みずみんは本当に可愛すぎる。いつも褒めてくれる。声も TikTok もショールームも全部目が離せない。寝るときは見れなくて困るよ。夢の中でも会いたいな。夢の中でも会おうね、ブルーさん。いつも応援してくれてありがとう。また会える日が私も楽しみです
ちょっと待ってね、今見せます。ブルーさん、ありがとう、ありがとう、今日もとっても可愛い、大好き、ありがとう、今日も大好き、ありがとうね。次、ラスカールさん、お、なんかちょっぴり気になってたりします。ラスカールさん、私知ってますよちょっぴりじゃなくてたくさん気になってください。会いに来てください。そして待ってます。ラスカールさん、ありがとう、ずっと待ってますよちょっぴりじゃなくて好きになってもらえるように頑張ります。ありがとうね。次、あ、布さんだ、選抜おめでとうございます。綺麗で可愛いみずみずさんの活躍、これからの楽しみです。布さんも本当にたくさんありがとうね。これからも楽しい時間、お話し会よろしくお願いします。ありがとう布さん。あ、スインチさん、みずみん連続選抜本当におめでとう。前のシングルでも僕からのメッセージを読んでくれてありがとう。こちらこそだよ、このシングルもありがとう。次もその次のシングルでも読んでほしい、私も読みたいこれからは握手会も積極的に参加したいです。会いたいね、みゆも会いたい。9月の横浜コンサート行く、え、待ってる、嬉しい、横浜で会いましょう。じゃあ握手もね、来てね。ありがとう、しんいちさん、ウィンク可愛かった、見てくれて嬉しいありがとうね。次、みなぱまさん、最近ちょっと真面目に接して接しすぎている気がするので、このシングル各イベントでは初心に戻り、もっとふざけようと思います。よろしく。いや全然今でもふざけてるよ、真面目な話全然できてないからね、みなぱまさんとでもね、これからもふざけ続けていきましょうありがとう、いつも。これ以上ふざけたらどうなってしまうのでしょうか楽しみに待ってます。最近大真面目です、あれで次、てっぺい、みゆにとって勝負だと言ってたから、力入れるように、力になれるように応援するね。みゆの笑顔と存在が俺の生きがいだし、これからもずっと水嶋みゆが俺の唯一の推しだよ。水嶋みゆは人生、それな、水嶋みゆは人生だよね。他の人に目がくらむことなんてないよね。ということで、てっぺい、これからも人生でいさせてください。あ、プレゼント劇場に届けといてよ、え、嬉しい、ありがとうね。目移り禁止では次に行きたいと思います。あ、阿部寛さん、みずみんの活躍がまぶしいです。ツアーは仙台の一部が当たったので、フォトグラファー席からみずみん専用カメラになれるのを楽しみにしています。阿部寛さん嬉しい、え、みずみん専用カメラよろしくね、たくさん可愛く撮ってくれたら嬉しいです。そしていつも応援ありがとう、ありがとう。やばい、早いかなペース、もうちょいゆっくりでいけそうかな。すごい、そっか、フォトグラファー席があるから間違えられませんよ、ツアー頑張ります失礼しました。次、うるちゃん、 AKB 公式の選抜発表で一番最初にみずみが出てきた時、涙が溢れてきました。ありがとう。負けず嫌いでちょっぴり泣き虫のみずみんが大好きです。これからもずっと応援しますね。ね、もうずっと応援してくれてる。私も嬉しかった、こうやって選抜に入れて、また一緒に喜べて。うるちゃん、いつもたくさんの応援ありがとう。これからもずっと一緒に支えてね、一緒に支えてね、支えて一緒に頑張りましょう。ありがとう。ね、どこから声出してありがとうね、またお話しようね、会えるの楽しみだよ。次、あ、ちょっと鼻かゆいはい、では次、じゅんさん、何時でも真面目に全力すぎるので、セーブできるところはセーブしてね。優しい、じゅんさんもいつもありがとう。じゅんさん、たくさん寝てね、たくさん寝てたくさん食べてくださいねありがとう、寝ないだろうけど
じゅんさんは夜更かし仲間なんです。でもちょっと寝てほしい、ちゃんと私が言うからもっと夜更かししてるってことですね。たくさん寝ましょう、ありがとう。浜浅さん、連続選抜おめでとう。そろそろ押し始めて2年を迎えますが、あの時から大きく成長し、今では AKB を引っ張る側の存在になってきたこと嬉しく思います。いつも長い間ありがとう。いつも本番では楽しさに何だかこなしている姿に日々の努力が伺えます。ありがとう。これからも活躍も期待してます。ハムマサさん、ありがとう。ハムマサさん、サマステとかだよね。違う、最初のフェスで目の前になって、でうちは持っててくれて、そこからもうずっと応援してくれてる。ハムマサさん、ありがとう。これからも応援よろしくね。オッケー、スクショできる感じだったよね多分今。何年もこの先、何年もよろしくお願いします。では次、直哉さん、64枚目シングル発売おめでとうございます。この日をとても楽しみにしていました。めっちゃ嬉しいです。私も嬉しいね。またこうして選抜に選ばれて、こうしてリミスタもできて名前を呼べて嬉しいです。次のシングルも入れるようにこれからも応援してください。直哉さん、ありがとう、ありがとう。次、佐賀魂の遠征者ありがとう。みゆさん、ついに北海道から全国一のアイドルになりましたね。言い過ぎね。僕のこと忘れないでほしいので手紙書き続けます。忘れません、癖が強いので。チェキもあと3枚取りたいな。なんで3枚なの、もっと取ろうよ。みゆのメンバーこれからも覚えないぜ。半押しでよろしくお願いしますよ。今日も男前だね。男前って言ってほしいんだよね。そんなことないですか、遠征者。でも本当にさ、北海道からさ、北海道遠いのに本当にたくさん会いに来てくれてありがとう。これからもたくさん会いに来てね。チェキは3枚以上取りましょう。ありがとう、言ってほしい。やば、男前だね、ありがとう。あ、クリンピーさん、制服が本当にお似合いですね。え、まだいける。嬉しい、お似合いですねって。この前もお話し会でさ、あのお洋服褒めてくれて嬉しかった。クリンピーさんはいつも褒めてくれます。優しいファンの方、ありがとう、ありがとう。あ、まやちゃん、連続選抜おめでとう。みずみんの努力家のところ、ファン思いのところ、人柄すべてが大好き、嬉しい。もっとみずみんと距離を縮められたら嬉しいな。これからも末永くよろしくね。まやちゃん、ありがとうね。これからもたくさんいっぱいお話しして仲良くなろうね。でももう結構仲良しだよ。いつも優しく応援してくれてありがとう。大好きだよまやちゃん。行こうか、ありがとう。会える日楽しみにしてるね。好き好き、でも好き好き。ありがとう。あ、ひよちゃん、ひよちゃん2分もありがとうね。ちょっと待ってね、書いてから読みます。はい、ちょっとゆっくりペースになります。ひよちゃん、改めて選抜おめでとう。新曲最高だね。いっぱい聞くし見るし友達にもおすすめしとくね。また歌詞動画いっぱい作るから楽しみにしてて、大好きです。いつもありがとう。学校はどう、慣れたかな。これからも応援してね。ひよちゃん、ありがとう。大好きだよ。あ、こしょうさん、え、嬉しい。こしょうさん、みずみん、また選抜入りおめでとう。辛くても何事も真摯に取り組むみずみんを見るたびに毎回すごい人だなって思わされてます。尊敬です。これからもいいことが続きますように。ありがとう、こしょうさん。またね、会いに来られるとき会いに来てね。家事とかも毎日頑張ってて本当にお疲れ様です。これからもまた会えるの楽しみに待ってます。こしょうさん、ありがとう。嬉しい、優しい言葉ありがとうね。次、よっさんだ、よっさん。
昨日もありがとうね。2作連続しての選抜入りおめでとう。今回もしっかりと楽しんでください。楽しみます。そして一緒に楽しみましょう。お話し会とか待ってるね。昨日も素敵な笑顔を見せてくれてありがとう。またよろしく。またよろしく。ありがとう。次、神戸のおかんね。わかるよ、もうわからないかもって言ってたけどわかるからね。みーちゃん、2作連続の選抜入りおめでとう。やったやった。みーちゃんの歌詞や振り付けの意味を汲み取って表現してくれるところ好き。恋積んじゃったの見せどころまた教えてね。教えますこれからこのシングルでどんなみーちゃんが見られるか、すでにワクワク一緒に楽しもうね。いつもありがとう。ラブだよ、ラブだよ神戸のおかんめっちゃ面白い。全然わかるんだけど。みーちゃんもまた会える日楽しみにしてるからね。あ、やばい、神戸のおかんかこの前もお話し会ありがとう。楽しかった、大好きだよ。ありがとう。また会おうね。待ってます。ありがとう次、山城さん、ありがとう。名前と名前を直ったことは一度だけなので覚えてないかもしれませんが、顔覚えていてくれたことは嬉しかったし、会いに行くたび明るい気持ちにさせてくれる最高のアイドルに出会ったと思っています。でも頑張りすぎて無理だけはしないようにしてください。山城さん、名前も覚えてる、顔もね多分覚えてるんだけど、まだねちょっと一致できてないかもしれないので、また名前教えてくれたらすぐに覚えます。山城さん、ありがとう。なんかさ、顔覚えてくれて嬉しかったって言ってくれて嬉しいしさ、でも絶対覚えたいの私、山城さんのこと。こんなに優しいこと言ってくれてさ、絶対覚えますね、山城さんのこと。なので次会いに来てくれた時また名前教えてください。顔と名前を一致させます。また会いに行きます。また待ってます。ありがとうね、本当に優しい言葉。最高のアイドルに出会った、その言葉が私が頑張れます。これからも頑張ります。ありがとう。優しい、大好きです。ありがとう。次、ともさん、素敵な時間に。うわ、ともさんらしいなこの言葉。ともさんとのお話しする時間もとっても大好きなので、これからもお話ししようね。ありがとう。素敵な時間にしていきましょう。ありがとう、ともさんらしい言葉これからもよろしくお願いします。次、ワイエスさんだ。ワイエスさん、連続選抜おめでとう。 AKB の看板としてどんどんファンを呼び込もうね。これからも楽しみしかない。看板になれるようにもっともっと頑張っていきたいと思います。ちょっとまだね、看板になるまで遠いかもしれないけど、でも看板って思ってくれてるんだよね。嬉しい、ありがとう。ワイエスさん、また会いに来てね。ありがとう。次、アッキーさん、ありがとう。今回握手会行けなくてごめんね。いつも応援してるので怒らないでね。分かってるよ、お仕事大変だもんね。でも会いに来られるときは会いに来てね。劇場とか待ってます。いつもたくさん応援してくれてありがとう。多分お仕事中かな、これも。ありがとう、アッキーさん。次、ゆうたんたんさん、みずみん推しになって握手会や劇場公演に行って幸せを実感しています。みずみんは美人で可愛いし、推し思いなところが大好きです。劇場に行くとみずみんからの爆裂祭りで、帰るときは欲しい状態になっています。みずみんは完璧で究極アイドルだよ。ゆうたんたんさん、そうそう、さん抜きで呼んでね。ゆうたんたん、オッケー、さん抜きねゆうたんたん、ちょっとさん抜きでこれから呼べるようにちょっと練習します。本当にいつもさ、ウィーバースとかでもさ、握手会とかでも優しい言葉とか優しい応援ありがとうね。大好きです。
これからも劇場に来るのとか大変だと思うけど会いに来てね。ありがとう。のりたまさん、2作連続選抜入りおめでとう。このシングルでも選抜メンバーとして活躍姿を見ることができるのが本当に楽しみです。わあ、のりたまさんありがとう。このシングルでもたくさん私の方見ててくれたら嬉しいです。のりたまさん、あ、見てくれてる、ありがとう。最近ねショールームも会いに来てくれたりしてありがとう。たくさん見てね、このシングルも。これからもよろしくお願いします。ひこっち、2作連続選抜入りおめでとう。みずみの笑顔にいつも元気をもらってます。これからも応援してるよ。ひこっちありがとう。ひこっちとの時間もとってもね楽しくて安心する存在です。ひこっちはいつもありがとうね。あ、ありがとうって、こちらこそありがとう。これからも会いに来てください。ずっとずっと応援してね。ありがとう。カズさん、いつも応援してます。握手会や劇場公演でみずみを見ると幸せな気持ちになります。一生みずみ推しです。一生だよこれからも積極的に握手会や劇場通います。嬉しい。みずみんもいろいろ大変だと思うけど頑張ってね。応援しています。カズさんありがとう。お話し会もありがとう。またね公演とかで振ってね。いつもありがとう。たくさん優しい言葉を。これからも応援してね。ありがとう。あ、おささん、連続での選抜入りおめでとう。初めて生で見たとき想像以上の迫力すごかったね。もう見てくれたから。今作もリリースイベントもあるだろうしツアーもあるから忙しくなりそうだけど今年の夏も一緒に駆け抜けようね。最近思うんだけどやっぱりステージで踊って歌って踊るみゆちゃんが一番す、すで止まるな。本当に木まで言えよでも真面目だねやっぱり分今回も真面目だから。でもちょっとふざけたね最後。木まで書いてください。いつも好きって言ってください。ありがとう、おささん。次の握手会では好きまで聞きます。よろしくお願いします。これからも最高の夏にしようね。次、文字数足りません、嘘つけ次、パンチョさん、連続選抜入りおめでとう。日々進化するみゆちゃんが日をごとに頭から離れなくなりました。嬉しい。横浜の握手会や全国ツアーなど今夏はたくさん推し活ができそうです。次回作も選抜入りが継続できるように一緒に頑張りましょう。これからもよろしくお願いします。パンチョさんありがとう。パンチョさんはもうミユしか見えてないって思ってる。初めてのリミストです。嬉しい、ありがとうね。もうずっとずっとミユしか見ないでください。信じてます。ね、これからもずっとずっと選抜に入ってこうしてパンジョさんの名前が書けるように頑張ります。これからも応援してね。ありがとう。ありがとう。次、シントン抜け駆け投資さん、ありがとう。2回目。最近あるシントン2分もありがとうね。また会いに来てね。見てくれてるかな。よし、いつも応援してください。これからもありがとう。よいしょ。次、ダメ男さん、ダメ男さん、7月13、14日に5年ぶりくらいに握手会に参加します。5年ぶり、嬉しい。ずっと気になってたので初めましてですがよろしくお願いします。ありがとうございます。5年ぶり、5
5年ぶりに来てくれる人になれました。私嬉しい。ずっとずっと待ってます。ダメ男ですって言ってくれたらすぐ覚えれそうだな。インパクトの強い名前です。覚えたいので会いに来てくれるときは名前を伝えてくれたら嬉しいです。はーい。握手しようね。ありがとう。待ってます、待ってます。これからもっと好きになってもらえるように頑張ります。圧強めでいきましょう。次、まさひろさん、サインありがとう。みずみのサインがもらえて嬉しいです。こちらこそかけて嬉しいです。大切にします。これからも応援するので頑張ってください。握手会にも行きます。嬉しい。握手会でも待ってるね。大切にしますって言ってくれるのがさ、すごく嬉しい。喜んでもらえてるんだなって思って嬉しいです。握手会も楽しい時間にしようね。ありがとう。待ってます。いつもありがとう。次、清正さん、握手会に行きます。その時はよろしくお願いします。お、清正さん握手会待ってます。すごい嬉しいね、直接会いに来てくれるって。やっぱり直接会えるとなんか画面で見るよりね、まあ、画面で見ててもずっとすごい楽しいんですけど、握手ができるっていうのがすごく嬉しいので会いに来てね。ありがとう清正さん。楽しみに握手できるの嬉しい。次、ひろりんさん、64枚目シングル選抜おめでとうございます。みずみんを AKB コンサートの2階のパフォーマンスを見て一目惚れしました。2階から見て一目惚れ、嬉しい。これからも応援してます。頑張ってください。最高、ひろりんさん2階からなんだ。それぐらいなんか印象に残るパフォーマンスができてるってことを教えてくれて嬉しかった。これからも2回でも誰にも負けないくらいいいパフォーマンスができるように頑張ります。ずっとずっと応援してください。ありがとう、嬉しい、めっちゃ嬉しい。ありがとうね。仙台のコンサート行きます。え、じゃあ近々会えますね。楽しみにしてます。その時も大きく踊ります。次、アイジさん、選抜おめでとう。いつもみずみに癒されてます。これからもたくさん楽しい時間を共有できますように。大変なことが多くあるかもしれないけど、目標に向かって自分を信じて頑張ってね。応援してます。本当にたくさんの応援してくれる。アイジさんいつもありがとう。なんかアイジさんの時はいつも落ち着いて話してる気がする。これからも会いに来てね。そして自分を信じて頑張りたいと思います。アイジさんありがとう。癒されるって言ってくれた、嬉しい。声大きいけどね、癒せてたら嬉しい。ありがとう。次、ヤスさん、2作目の選抜入りおめでとうございます。立場が変わっても妥協せず努力を続けられるあなたは本当にすごいです。ありがとう。日々頼もしくなる姿を見守ることができて嬉しいです。今作も充実した楽しい期間になりますように。いつもありがとう、大好きです。チュッチュチュッチュは受け取りません。ヤスさん本当にもうね、ヤスさんお披露目してすぐに見つけてくれて、だからもうね、初めて会った時からね認知済み。確かグループ握手会で、あ、ヤスさんだってなってた記憶があります。それぐらいずっと昔から応援してくれてありがとう。チュチュはいりません、ありがとう。歴代最高の存在になります。待ってろ、ありがとう。次、なおたくさん、いつもキラキラとした姿を見せてくれるみずみのことが大好きです。キラキラしてるって嬉しい。今年の夏は17期昇格記念ライブのツアーで一緒に楽しい思い出を作りましょう。作ろうね、なおたくさん。この前サイン初めてかけたんだよね。今回もかけて嬉しいです。なおたくさん、たくさん応援ありがとう。これからも応援してます、ありがとう。これからもずっとずっと応援してください。ありがとうね、サイン楽しみにしてます。しっかり書いたので待っててね。
ありがとう。あ、のりさん、いつもストイックに頑張るみずみんちゃん、2度目の選抜おめでとう。体と心壊さないように乗り切ってね。優しいね、心身ともに体を壊さないように頑張ります。たくさん支えてくれたら嬉しいです。ちょっと汚くなっちゃったハート、もう一回書き直します。ハート書くの下手になってきた。のりさんもいつも優しい言葉をかけてくれて、私は頑張れますよ本当に。これからも温かく見守ってね。ライトなので全然そんなことないよ。ありがとうね、嬉しい、ありがとう、申し込んでくれてありがとう。のりさん、次みつさん、今回のシングルも選抜おめでとう。嬉しいね、嬉しい。これからもみゆちゃんがたくさん頑張っていることが一つ一つ実を結びますように。でも頑張りすぎにも気をつけてね。ありがとうみつさん。みつさんが来ると安心します。いつも安心しますしかいっぱい言っていっぱい言ってるんだけど、本当にね安心するんです。これからもなんかもう温かい笑顔を見せてねいつもありがとう。こちらこそ大好きだよ、ありがとう。ひりおあさん、みずみんが頑張っているとこちらも頑張れます。嬉しい、これからも一緒に頑張ろうね。ひりおあさん、ひりおあさん、よいしょ、一緒に頑張りましょう。辛いことも2人で乗り越えていきましょう。いつもありがとう。これからもよろしくお願いします。お、ふみひこさんだ。ふみひこさんもいつもありがとう。ふみひこさん64枚目シングルも会いに来てくれたら嬉しいです。てかもう会いに来てくれたよね。みずみずっとずっとそばにいてください。ありがとう、ありがとう。動いてるかな、あれ動いてる、止まった、あ動いた動いた、よかったよかった、あ動いた、あれ止まってました、あ動いてる、あよかった安心。次行きます。トシちゃん、連続しての選抜おめでとう。嬉しい、トシちゃんありがとうね。私のことも応援してくれて嬉しいです。これからもずっとずっと、あまた あのうちわ持って応援してきてね。握手会、握手会じゃない、うちわ持って公園来てほしい。公園でも私のうちわも振ってくれたら嬉しいです。そして握手会でもずっとずっと待ってます。いつも優しくしてくれてありがとう、ありがとう。としちゃん、次タックチーヨングさん、すっかり回復されたようで安心しました。ラブユーみずみん、メールリータークさん、ありがとう。あさっきも書いてくれたよね。タックチーヨングさん、ありがとう。いらっしゃるかな、そうもう咳とかはだいぶ良くなりました。ラブユーみずみん、ラブユータックチーヨングさん、ありがとう、ありがとう。次、あ、さおりちゃん、みずみん初サインです。サインありがとう、大切にするね。みずみん星屑テレパス毎週見てるよ。みずみんが星屑テレパスに出演することが決まった時すごく嬉しかったよ。これからも毎週楽しみに見るね。さおりちゃんありがとう。みゆまだ出てないんだけど、星屑テレパスすごく楽しいっていうかお話が素敵な物語なので、ずっとずっと見てね。そして私が出演したら感想を教えてください。ありがとう、応援してくれて、申し込んでくれてありがとう。
ありがとう、さわりちゃん。大切にしてね、サイン。嬉しい。次、大輔さんだ。2作連続選抜入りおめでとう。前回のシングルで選ばれたのが偶然じゃないって証明された感じがして嬉しかった。ねえ、みおも嬉しい。ミスミンの選抜に必要な存在だと思われるように、公演や握手会とかでもたくさん会えたらなと思ってます。頑張ってね。ありがとう、大輔さん。ねえ、でも今回もまだまだ安心して入れてるわけじゃないから、なんかどんどんね、選抜に必要な存在だってたくさんの方に思ってもらえるように、これからも応援してください。大輔さん、いつもありがとう。また次のシングルもこうやってサインが書けますように、ありがとう。ダンスに応援します。いつもありがとうね、本当に昔から。次、モーくんだ。モーくん2部もありがとう。モーくん、みずみん頑張って。頑張るよ、頑張るので、モーくん応援してね。でももうね、2部も来てくれて、たくさん応援してくれてるね。モーくんありがとう。お、ひろたかさん来ました。 AKB メンバーに認知してもらうために名前を、ねえ来た。ドクロ終戦うつうつ早々に変えようかと思ってるんだけど、名前変えても覚えてくれる？ PS サインの宛名を頑張ってください。ひろたかさんで来てください。ひろたかで認知しているので、これで来てください。本当にだからあのお話し会だったのね。ひろたかで来てください。あのちょっと角度大変です。正直に言って、ドクロ商船うつうつ早々、もう全然聞いたことないもんだって。全然聞いたことない名前。ひろたかでよろしくお願いします。これからもいつもありがとう。前振りでした、やば。ありがとう、いつも面白い話を、花火師さん。ありがとう。次、よしさんだ。癖が強いコメントだったの今。ありがとう。よしさん、みずみん2作連続選抜入りおめでとうございます。ありがとう。歌番組などでみずみんのご活躍をいつも楽しく拝見しております。これからますます熱くなると思いますが、体調などに気をつけてさらなるご活躍を願っております。素敵な文章ありがとう、よしさん。ねえ、暑くなってきてるから最近、お互い体調に気をつけて、会えるとき会いに来てくれたら嬉しいです。ありがとう、よしさん。歌番組もたくさん出れるように頑張るから、出たときは見てね。お、早いかなペース。次、リノンザングさんかな。中国のファンです。7月横浜の個別握手会に行きます。中国から、ありがとう。ちょっと読み方合ってるか今度教えてね。7月の個別握手会でリノンジャングさんかな。ありがとう。リノンジャングさん、会えるの楽しみにしてます。そうでもない、時間やばい。よし、ありがとう、リノンジャングさん。7月待ってます。次、チャンさん。私はフロリダに住んでいるファンです。ミユちゃん大好き。チャンさん I love you。うん、I love you 合ってる？チャンさん I love you。 続いてアルジャーノンさん、ありがとう。嬉しい、フロリダから、サンキュー。チャンさんサンキュー、また会いに来てね。ありがとう。
嬉しい、海外の方も来てくれて。服にサイン書いたかと思った、危ない。次いきます。はやぶさ3053ありがとう。2作連続の選抜入りおめでとう。テレ東ミュージックでは最前で見れて楽しかったよ。よかった。来年こそガチで函館で聖地巡礼しようと思ってる。うい、嬉しい。エスコンに行って野球観戦もしたい。野球好きだもんね。僕も大学で卒論を書くの頑張るから、みずみも頑張ってね。ツンデレのことはバレたけどありがとう。そっか、卒論の時期だよね。そうだよね、一個上だもんね。はやぶさ、はやぶささん、聖地巡礼もしさ、なんかおすすめのところとかいつでも教えるから聞きに来てね。質問ありがとう。同世代の話、わかった。はやぶさありがとう。これからもよろしくね。握手会とツアー待ってる。ありがとう。次、ムンくん2回目の選抜おめでとう。水面ならもっと高く飛ばれると思います。その時までムンくんも一緒に頑張るから。64枚目シングルの活動もまた会える日まで頑張ろう。大好き、ムンくん、ありがとう。ムンくん、嬉しい。また会いに来てね。韓国だから大変だと思うけど待ってるね。高く飛びたいです。ありがとう、大好き。ありがとう、大好き。これからもよろしくね。次、また会えるの楽しみにしてます。次、長田大輝さん、みゆちゃん選抜おめでとう。この前も覚えててくれて嬉しかった。覚えてるよいつもみゆちゃんに元気もらってるよ。新曲歌番組ですごい可愛くて目立ってて嬉しい。こちらこそ見てくれてありがとう。もし辛いことがあっても気にしすぎないでね。これからもずっと応援してるね。大好きだよ。ありがとう、大輝さん。おさだ大輝さん、よいしょ。テレビ番組見てくれて嬉しい。これからも温かく見守っててくれたら嬉しいです。また会いに来てね。ありがとう。あ、ハマチーさん2回目かな。ハマチーさんありがとう。いつもハマチーさんは楽しい握手会をしてくれます。お話ししてると本当に時間が早く過ぎていく。ありがとうね、これからもよろしくね。コメントなくてごめん。え、全然だよ。嬉しい、ありがとう。またいっぱい話しようね、握手会で。待ってます。大好き、大好き。次、メキシカンサンタさん、デビュー時からすでに可愛かったけど年々綺麗に輝いていくのがとても嬉しくもあり、手が届かなくなっていくことへの寂しさもありますが、全然届かなくなりませんよ。ずっとそばにいます。いずれにしてもずっと応援していくことには変わりはありません。これからも体だけは気をつけて頑張ってね。お互いだよ、体気をつけるのは。嬉しい、ありがとうね。ずっともう本当に入ってすぐから応援してくれてたから、もう3年目になるね。メキシカンサンタさん、ちょっと私以外にも推しが増えていますがそれでもみずみんは特別だよって言ってくれたのが嬉しかった。これからもメキシカンサンタさんの特別な存在であれるように頑張ります。いつも優しく応援してくれてありがとう。これからもよろしくねありがとう。あ、歌も頑張ってね。お互い頑張ろうね。次、コミさん、連続の選抜おめでとう。再会も楽しんでください。めっちゃ楽しいこれからも応援していきます。コミさんありがとう。お話し会楽しかった。いつも応援してくれてありがとう。64枚目シングルも応援してね。ありがとう。
また来てね。いや、来てくれると思うけど、いっぱい来てくれてるからありがとう。あ、カズマさん、2作連続選抜入りおめでとうございます。2作連続でジャケットサイン、とっても嬉しいですね。見えもかけて嬉しい。前作ではオンラインでしかお話できなかったので、今作は握手会にも行く予定なので、いっぱい話したいです。カズマさん、握手会持ってます。嬉しいね。直接じゃあ会いましょうね。待ってます、楽しみだな。でもオンラインもね、楽しいので、これからもオンラインも来てくれたら最高です。ありがとう、いつもこれからもよろしくね。カズマさん、ありがとう。やばい、めっちゃ早く終わるかも。よし、行きます。のぐちゃん、みゆちゃん、やっと初めましてできたの嬉しかったよ。一目惚れした第一印象も、お話ししてからの印象も、どっちもとっても最高なみゆちゃん、本当に大好き。一生褒め続けちゃうからね。一旦マジお顔可愛すぎて最高、早く会いたいよね。いっぱい顔褒めてくれてありがとうね。みゆもね、昨日お話し会で初めましてできて嬉しかったし、もう顔も名前も一致してるから、また会いに来てね。ね、あれだよね、のぐちゃん意外とおしゃべりさんって。そう、私おしゃべりするの大好きなんです。AKB ファンに復活させてくれてありがとう。今日も一番可愛いよ、全部が好き。え、もう復活してくれた、見つけてくれてありがとう。のぐちゃんが応援してくれて私は幸せです。これからもずっとずっとそばにいてね。ありがとう、たくさん思い出作ろうね、これから。よろしくね。ハウステンボスめっちゃ最高でした。次、栗原武さん、ありがとう。あ、お友達のあざおしです。ありがとう、紹介してくれて、紹介っていうか見つけさせてくれて、ん、わかんない、ありがとう。ちょっと言葉が変になっちゃった。次、栗原武さん、ありがとう。さっきあずちゃんのとこから声が聞こえたな。気まずい、ごめんごめん、そういうちょっとネタです、ネタです。いじりすぎてるね最近、ごめんなさい。怒らないでね栗原さん、コメントしないよね多分。仕事忙しいと思うけど、会いに来てね。会いに来てくれるのずっと待ってます。そして傷つけちゃいそうで怖いって言ってるけど、私もちょっと傷つけちゃいそうで怖いなって思いながらいじっちゃってます。で、なんか謝ろうと思ったけど謝れなくてごめんねって言ってたけど、全然何も、あの、あれです、謝ることはないです。いつも楽しいお話をありがとう、大好きですって言ったら軽いって言われるんでしょ。お見通しです、いつもありがとうね、これからもよろしくね、ありがとう。あ、次、おにぎり、ケイさん、ケイおにぎり、ありがとう。みずみん、おにぎり、おにぎり。やっぱり書くと思った。2作連続選抜入りおめでとう。選抜発表1番手だったからドキドキ感はなかったけど、めちゃくちゃ嬉しかったよ。確かに安心感の方が多かったね。これからも選抜に定着できるように応援していきますので、今後ともよろおにぎりです。よろおにぎりです。間に合った、よかった。おにぎりね、これからもずっとずっと、応援してくれてたら嬉しい。お話し会も楽しかったよ。ありがとう、おにぎり。ありがとうございます。あれ、栗原さんの時見せたっけ、見る。ごめんなさい、見せてないって、見せてない方いたらごめんなさい。ちょっと一回見せておきます。ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。次、カイトさん、いつも SNS 特にインスタを楽しく拝見しております。ありがとう、 SNSまた TikTok は他のメンバーが撮らない動画をみずみんはアップしてくれたりするので新鮮で嬉しいです。
私結構昔の曲やるよねそうなんです、みずみんと話をしたいです、声も早く見たいです、ありがとうカイトさん、嬉しい、 SNS たくさん見てくれてありがとうね、私もお話できる日を楽しみに待ってます、 SNS も結構今多分重要だと思うので、これからもいいねしてくれたり見てくれたら嬉しいです、公演でも待ってるね、ありがとう、申し込んでくれて嬉しい、ありがとうカイトさん、次、あ、コリニーありがとう、昨日は昨日、一昨日、ありがとう、この間、初ミーグルに引きつに続き初リミスタです、これからもみゆちゃんを応援していきます、よろしくね、水島みゆしか勝たん、嬉しかった、初ミーグル、コリニーありがとう、また待ってますよ、ずっとずっと応援してもらえますように、どんなミユも好きでいてくださいね、コリ積んじゃったにならないように頑張りますうまい、コリ積んじゃった、ちょっとよろしくお願いしますね、初リミスターありがとうね、コリ積んじゃったありがとう、好きです、ありがとう、次、お、マスさん2回目の選抜おめでとうございます、以前ウィバースで送っていた気になってる本リストを着々と読み進めるのが最近の楽しみです、またおすすめがあれば教えてください、嬉しい、マスさんいつも感想教えてくれてありがとうね、あのオンラインで教えてくれた2冊絶対買って読みますね、えマスさんがね感想教えてくれると絶対読みたくなるんだよね、マジで、あの絶対読書感想文得意だったタイプ私は分かります、これからもまた会いに来てね、ありがとうマスさん、次、あ、レイナッチありがとう、連続選抜やったねやったね、前回のソロジャケットと並べて飾るの嬉しすぎてワクワクでございます、え、並べてくれるの、これからもこのソロジャケットが増えるよう私もたくさん応援させていただきます、これからも増やしていこうね、ってことはずっとずっと応援してくれるってことだからね、レイナッチ嬉しい、ありがとう、見てくれてるかな、お仕事中、これからも楽しくお話しようね、握手会も待ってます、公演も待ってますいつもありがとう、大好きです、ありがとう、やばい、めっちゃ早く終わる、時間配分ミスった、次、まことさんありがとう、みずみんが3列目中央からぐいぐいとセンターに迫ってくるのは、追ってくるのは、迫ってくるのは嬉しい、今まではほとんどイベントに参加できなかったけどこれからはもっと参加していきたい、ありがとうまことさん、15分まで、お、じゃあ、まあちょうどいいぐらいか、上手だった時間配分、ね、いつかセンターに立てるぐらいのアイドルになれるように頑張るのでこれからも応援してほしいし、ね、イベント参加できなかったけど参加していきたいって言ってくれたの嬉しいです、待ってますまことさん、一緒に頑張ってくれたら嬉しいです、このシングルもよろしくお願いします、どうもまことです、お、エイトラブさん、まことさん会いに来てね、ありがとう、コメントくれて、これからもよろしくお願いします、次、HN 違ってごめんなさい、ありがとう、全然こちらこそありがとう、次、ナッカーさん、今回のシングルでもみずみんが選抜メンバーとして輝く姿を見られてめっちゃ嬉しいです、いつもみずみんの厳しいツッコミに対してうまく答えられないのですが、ね、いつも圧に答えてくれない、逃げようとする
何事にも全力の水面にたくさんパワーをもらっており感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとう。ハンドネーム、ハンドルネーム、ハンドルネームか、 HHN、 ありがとう。中さん、お仕事忙しいのにね、6月はたくさん公演で会えて嬉しかった。これからも私のところにもちゃんと遊びに来てください。でもね、愛伝わってるよ。好きでいてくれるんだなってわかるから。まあでもこれからも圧には耐え続けてくださいね、中さん。これからも圧はかけ続けますが逃げないでください。いつもありがとう。もちろん行きますよ。大好きです、大好きです、ありがとう。ラストになりました。ラスト、吉高さん、ありがとう。みずみ、また会いに行くからね。暑いから体調気をつけてね。吉高さん、ありがとう。嬉しい、会いに行くからねって言ってくれると頑張ろうってなります。みんなが会いに来てくれると嬉しいです。みーずね、暑いからあの体調管理お互い気をつけて会える時にしっかり会えますように。これからも応援よろしくお願いします。ありがとう、ありがとう、吉高さん。ということで2部も終わりました。じゃあちょっと15分までお話ししようかなって思います。あ、じゅんさん、ありがとう。ね、64枚目シングルはそうだな、2列目に上がることができたり、うん、2作連続選抜に選んでいただけたり嬉しいことが多い分、やっぱり次も入りたいっていう気持ちがもう選んでいただいた時から強かったので。あ、ヤシさん、パンジュさん、ありがとう。どんどん上を目指して前に進めるように頑張りたいと思ってるので、皆さんもうぜひ会いに来てくれたりとか、こうしてイベントとか参加して一緒に頑張ってくれたら嬉しいです。私もみんなのことを覚えられるように努力するしね、一緒に楽しい時間を増やせるように頑張ります。次のリミスタのネタあるから頼んだ。早いよ。早いけど、私もねこうしてリミスタとか、あとはファンミーティングとかすごい楽しくて好きなので、いっぱい参加できますように。あきさん、ありがとう。あ、清正さん、よろしくお願いします。こちらこそありがとう。記憶力いいから大丈夫。いや、記憶力ね、最近良くないのよ、本当に。だから、ちゃんとしっかり覚えれるまで時間がかかっちゃったとしても、何回もくじけずに会いに来て教えてくれたら嬉しいです。ね、このシングル期間も楽しみましょう。あとは、MV とかたくさん見て曲も聴いてくれたら嬉しいです。今度こそ申し込むね、今度こそ申し込んでね。ありがとう、みさきちゃん。ね、なんかリミスタやっててさ、会いに行くねって言ってくれる方が増えたような気がしてとっても嬉しいです。ぜひ現在64枚目シングル握手会オンラインお話し会受付中ですので、これを機に気になってくださった方、追加したいと思ってくださった方はもうすぐ受付お願いします。おすすめの日ツイートするので、それ見て決めてくれたら嬉しいなって思います。宣伝していきました。宣伝大切です。オンラインしたことない。オンラインはね、結構好きなところでできるので、のびのびとできる感じが私は結構おすすめだなって思うので、ぜひオンラインもよろしくお願いします。買い増しします。ありがとう。完売あといくつぐらい目指す？いくつと決めずにもういっぱい目指します。
欲張りかもしれないけど、でももっともっと完売できるようにね、一人でも多くの人が会いに来てくれたら嬉しいなと思います。9月なんとかしていきますね、待ってるね。そう、オンラインだとうちわとかを見せることができるので、あの作ったよとかこれ持っていくよっていううちわとかはオンラインで見せてくれたらすごい覚えやすいし、そう、なんかそれを持っていく前にこれも作ったよとか見せてくれたら、あ、見せてくれたやつだって覚えられるので嬉しいです。そう、グッズとかも見せられる。あとね、歌を歌ってくれたりする人もいるし、結構自由な感じです。知り合いのお宅を誘ってみますね、ありがとう。そう、どんどんね、みずみんいいよって言って輪を広げていってもらえたら皆さんも嬉しいです。そうなの、この後レッスンなの。頑張る。みんなは何するんだろう。寝る時間も早いよね。なんて素敵な歌わなきゃ、なんて素敵なミュウが歌わなきゃお風呂入る。そっか、サッカーか最近は。仕事もなります、頑張れ。リミスターを100回見直します、ありがとう初見の友達握手会誘っていきます、ね、嬉しい。ミュウちゃん出てる公演 VR 見るかな、ぜひ見てほしい。結構ね、公演見て好きになりましたって言ってくれる方が多いので、結構公演見てほしいです。公演は頑張ってる、もっと頑張りたい。なんかパフォーマンスも良くなれる、良くなっていけるように練習するので、その成長とかもね見守っていただけたら嬉しいです。そうよ、ツアーも今月、早いよね。公演入りたい、そうなの。公演ね、当たらないって方がめちゃくちゃ多いの。なんか2ヶ月当たってないとかよく聞くので、でも私はもうずっと公演ってか秋葉原で待ってるので、懲りずに会いに来てください、懲りずに申し込んでねということでライブランキング読んでいきます。いきます。15位ともさん、ありがとう。14位のりさん、ありがとう。13位クリンピーさん、ありがとう。12位陽一さん、ありがとう。11位パンチさん、ありがとう。11位、10位モッチーさん、ありがとう。9位ブルーさん、ありがとう。8位ヤスさん、ありがとう。7位ウルちゃん、ありがとう。6位アッキーさん、ありがとう。5位ネタロウさん、ありがとう。4位下ゆうさん、ありがとう。3位ジュンさん、ありがとう。2位トシちゃん、ありがとう。1位淡路の黒ひょうさん、両方1位だ、ありがとうございました。1、2部ありがとうございました。リミスタとっても楽しかったです。64枚目シングルも活躍していけるように頑張るので応援よろしくお願いします。申し込んでくれてありがとうございました。ちょっとスクショタイムしようかな、これ元奥さん、ありがとう。いけた？いけたかな？サイン届くの待っててください。ということで15分になったので切りたいと思います。じゃんけんピース。では皆さん来てくれてありがとうございました。また次のシングルでも会えますように、これからもよろしくお願いします。バイバーイ、したっけ、おやすみずみん、バイバーイ、切ります。